こんにちは。今日はとても可愛いプルオーバーを作っていきます。デザインがとても可愛い分、色はシックにして程よい可愛さにしていきます。編み方はネックラインからぐるぐると編んでいく、とじあげがいらない、とても面白い編み方をしていきます。とても楽しい編み方なので、よかったら試してみてください。今回使うのはこのポリエステルの糸。今回のデザインは春夏のサラサラとした糸にもとっても合うと思うので、好みの糸で作ってみてください。で、今回は見やすいのでこれで編んでいきます。これを2本一緒にしてこんな感じにして編んでいきます。で、だいたい2ミリぐらいに見えるかと思います。で、この糸はダイソーさんのポリエステル毛糸、色はグレー、 150g で約600m、使用かぎ針の目安は6号で、2本一緒にして10号で編んでいきます。 6mm です。あとはマーカーととじ針を使います。作り目の数について説明します。今回の作り目の数は80目、鎖を80個編んで輪にして細編みを編んでいきます。細編みの4箇所に増し目をして広げるように編んでいきます。細編みは全部で4周、4周編んだら模様編みを始めます。模様編みの1周目は V ステッチを編んでいきます。この V の数は全部で46個。この模様編みでも4箇所で増し目を続けます。で、こんな感じで編んでいきます。今回のサイズの変更の仕方は少しややこしいので、できれば糸の太さや針の太さで対応する方が楽です。多少ややこしくても鎖の数から変えていく場合には、ここからではなくてこの V の数から考えていきます。今 V の数は長い辺が18個、短い辺は7個。この V の数を増減して長さを変えます。今ここで例えば V を1つ増やしたとして、この模様は細編み2つでできているので細編み2つ増やすことになります。細編み2つ増えるということは鎖の数も2つ増えることになります。ここで見ると31が33になります。ここで一つ V を増やすと、こちら側でも V が一つ増えることになります。なので、ここで細編みが2つ増えるときには、ここでも2つ増えることになります。同じように、例えば4箇所で V を4つ増やす場合には、ここで2つ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 、というように増えていきます。その場合には13、33、13、33という感じで増えていきます。この短い辺の鎖の数と長い辺の鎖の数から最初の作り目の数を計算する方法、まず短い辺が11の場合、長い辺が31の場合で、ここにもあるので2倍します。で、この四隅を引きます。
で、これが80作り目になります。ここを変更する場合はこんな感じで計算します。それともう一つ V を増やしていくときに考えることがあって、この部分とこの部分同じ数だけ V を増やしていくと、増やすごとにどんどん比率が変わって正方形に近い形になっていきます。正方形に近くなると丸い形に近づきます。襟を丸い形にしたいときには正方形に近づけていきます。細長い形にしたいときにはここを多めに、ここを少なめにして好みの比率にします。細長くするとボートネックに近づきます。で、ちなみにこの部分は肩の厚みになる部分なので、極端に狭くない方が着やすいと思います。まず鎖編みをします。この時の鎖編みはゆったりではなくて普通ぐらいの加減で編んでいきます。このまま鎖を80目、鎖80目で編んだ場合の出来上がりのサイズを書いておきます。このまま編んでいきます。鎖編みが終わったら輪にしてネックラインを作ります。まずねじれていないか確かめます。で、最初の鎖、ここには糸が3本見えるので、その2本の糸の下に針を入れます。で、これを引き抜きます。引き抜いて、もう一回引き抜いて、これで輪になりました。で、次は1周目。1周目は細編みをしていきます。まず鎖を1つ、鎖の根元に細編みを1つ、ここになります。で、1つ目にマーカーをつけておきます。隣にも細編みで、表でも裏でも大丈夫です。で、私は表に入れていきます。次も、で、次もこのまま一つに一つの細編みでぐるっと一周します。細編みで一周してきました。この最初の鎖の根元には編まないので、これが最後の細編みになります。最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。次はマーカーをつけていきます。まず今糸が出ているところ、ここにマーカーをつけます。今引き抜いたこの最初の細編みのところ、ここにマーカーをつけます。で、次はこのマーカーを含めて数えて11個目にマーカー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。で、次はマーカーを含めて31、これが31。で、次また
マーカーを含めて11。で、次もマーカーを含めて31目目がこの最初につけたマーカーになります。で、このマーカーをつけたところに増し目をしていきます。1つの細編みに細編みを2つ入れて丸い形を作っていきます。針を戻して2周目を編んでいきます。まず鎖を1つ、鎖の根元、このマーカーの入っているところに細編みを2つ。まず1つ目、同じところにもう1つ。で、2つのうちの右側にマーカーをつけておきます。次からは一つに一つの細編み、隣にも細編み、マーカーのところまで来ました。またマーカーのところに細編みを2つ。まず1つ目、同じところにもう1つ。で、2つのうちの右側。で、また1つに1つの細編み。このまま次のマーカーのところまで編んで、またマーカーのところに細編みを2つ。2つ編んだら右の方にマーカー、次もマーカーのところに細編みを2つ。2つ編んだら右側にマーカーで、ぐるっとスタートしたところまで編んでいきます。2周目を編んできました。また最初の細編みに引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目、鎖を1つ、鎖の根元に細編みを1つ。で、これが1つ目の細編みで、マーカーのついているところには細編みを2つ。ここはマーカーがついているので細編みをもう1つ。今1つ目、次は2つ目。で、細編み2つあるうちの今度は左側にマーカーをつけます。で、また1つに1つの細編み、次のマーカーのところまで一つに一つの細編みを続けます。2つ目のマーカーのところまで来ました。またマーカーのところには細編みを2つ。2つ目、これで2つ、2つのうちの左側にマーカーをつけておきます。で、また一つに一つの細編み、ずっと編んでいってマーカーのところでまた細編みを2つ。2つ編んだら左の方にマーカー、で、次も同じマーカーのところに細編みを2つ。で、くるっと編んでスタート地点まで編んでいきます。3周目を編んできました。最初の細編みに引き抜きます。次は4周目、鎖を1つ、鎖の根元に細編みを1つ。で、
マーカーのところには細編みを2つ。まず1つ目。同じところにもう1つ。これで2つ。で、マーカーは外したままにしておきます。次からは1つに1つずつ。で、またマーカーのところでは細編みを2つ。で、ずっと編んでいって、また2つ。で、2つ。で、ぐるっと編んでいきます。4周目を編んできました。最初の細編みに引き抜きます。これで襟ぐりが出来上がりました。次は模様編みをしていきます。まず鎖を4つ。1、2、3、4。で、下から3つ目にマーカー。1、2、3。これは長編み1つの代わり。で、根元に長編みを1つ。これで V が出来上がりました。次また V を作っていきます。足元、1つ飛ばして2つ目。ここに V を作ります。長編み、1、2、鎖、同じところに長編み、次も V を作っていきます。足元1つ飛ばして2つ目、ここに V を作ります。鎖、長編み、でまた1つ飛ばして2つ目に V、 次も このまま、これで一周します。で、スタートしたところまで戻ってきます。模様編みの1周目が終わりました。最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、引き抜きます。次は模様編みの2周目。この三角の中に針を入れて長編みをしていきます。まずこの三角に針を入れて糸を引き出します。これをかぶせるようにして引き抜きます。これで三角から糸が出ました。ここから鎖を3つ。これは長編み1つの代わり。長編み1つと数えます。で、また三角に針を入れて長編みを2つ。これで長編み3つ分。次またこの三角に長編みを3つ。1、2、3、で次また長編みを3つ。でまた次も長編みを3つ。ずっと同じようにこの三角に長編み3つ入れてスタート地点まで戻ってきます。
模様編みの2周目を編んできました。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで模様編みの2周目が終わりました。次は増し目をしていくところにマーカーをつけていきます。で、今糸が出ているところ、この下には鎖があって、この下の部位、鎖を含んだ部位が増し目をするところになります。ここにマーカーをつけておきます。ここからこんな感じで広げて編んでいきます。次はまたマーカーを含めて数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、7個目にマーカー。で、次またマーカーを含めて数えていきます。マーカーを含めて18個目にマーカー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18個目。次またマーカーを含めて7個目。1、2、3、4、5、6、7。でまたマーカーを含めて数えていって、18個目は最初のマーカーのところ、ここが18個目になります。で、次は増し目をしていきます。マーカーのついた部位の上には鎖を含めて長編みが3つ、この長編み3つの上に部位を2つ、両脇に部位を作ります。まず鎖を4つ、1、2、3、4、根元に長編みで部位を作ります。これが1つ目の部位。次はここに部位を作ります。これでこの長編み3つの上に部位が2つ、この1周目は部位が1つ、3周目は部位が3つ、でこの区間で部位を増やしていきます。これは図にするとこんな感じ。1周目、3周目、ここから編み始めて今ここ、次は増やさないところ、ここは増やして増やさないところ、増やさないところは常に部位が5つ、増やすところは部位が1つずつ増えていきます。で、また増やさないところは常に部位が16で、増やしてここは部位が5つで16で、増やさないところはこの長編み3つの真ん中に部位を作ります。増やさないところはこんな感じで編んでいきます。次も3つのうちの真ん中、で次も、
増やさない部分の部位は5つ。次は増やすところ。このマーカーのついた部位の上のこの長編み3つの両脇に部位を作ります。この長編みのこことここ、次はここ、これで部位が2つ、こんな感じに広げて編んでいきます。で、次はこの部分、広げない部位を編んでいきます。長編み3つの真ん中、このまま広げない部位を16編んだら、このマーカーの上の部分、長編み3つの両脇、ここに部位を2つで、また部位を5つで、マーカーの上、この長編み3つの両脇に部位を2つで、ぐるっと編んでスタート地点まで戻ってきます。模様編みの3周目を編んできました。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで3周目が終わりました。次は4周目。またこの三角から糸を出したいので、三角の中に針を入れて糸を出して、これをかぶせるようにして引き抜きます。これで三角から糸が出ました。ここから鎖を3つで、三角に針を入れて長編みを2つ、で、次も三角の中に長編みを3つ、4周目はずっと1つの部位に長編みを3つずつ、次の部位にも3つ、全部3つずつ編んでいきます。この偶数のところでは長編み、数を増やさないで長編み、奇数段では部位で部位の数を増やしていきます。この長編み3つは常に一つの部位に長編み3つで編んでいきます。で、このまま1周します。1周してスタート地点まで戻ってきます。模様編みの4周目を編んできました。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで4周目が終わりました。次は5周目。奇数段では部位を編んでいきます。1周目は部位が1つ、3周目は部位が2つ、5周目は部位を3つ、こんな感じで編んでいきます。この長編み3つの塊の塊2つのこことこことここ、ここに部位を作ります。まずここに1つ目、4、根元に長編み、これで部位が1つ。次は
ここかここになるんですが、そのどっちかと見やすい方にします。収まりがいい方にしたいと思います。で、今回はここに入れていきます。どちらでも大丈夫です。これで V で、もう一つはこの長編み3つのここ、これでこの範囲に V が3つ、1つ2つ3つで、次は4つという感じでこう広げていきます。で、広げていくところと広げていくところの間は常に V が5つ、で、広げていないいかないところは真ん中に V、 で、次も真ん中、もう一つ、これで V が 1,2,3,4,5、 この広げていかない長編み3つの真ん中に V を編んだところが5つ、次は広げていくところ、1周目では1つ、3周目は2つ、この上に1,2,3編んでいきます。まずこの端、次はここかここになります。どちらでも大丈夫です。次はここ、これで V が3つになりました。1つ2つ3つで、この先も広げていきます。で、またここは常に V が16個、広げていかないところは真ん中に V を作ります。で、このまま V を16個、で、このマーカーをつけたところ、ここまで来たらこの長編み3つの塊のこの2つの上にこことこことここ、 V を3つにします。で、次もここは V を5つで、ここではまた広げて編んでいきます。で、これでスタートしたところまで戻っていきます。模様編みの5周目を編んできました。最初の鎖の下から3つ目、これで5周目が終わりました。次は6周目、この偶数段では毎回
この部位に長編みを3つ、次も3つ、次も3つ、これで1周します。でまず最初はこの三角の中から糸を出したいので針を入れて引き抜いて鎖を3つで、同じところに長編みを2つ、で次もこの三角に長編みを3つ、次も長編みを3つとぐるっと編んで、このスタートしたところまで戻ってきます。6周目を編んできました。また鎖の下から3つ目に引き抜きます。次は7周目、今度はここに V を4つ、こことこことこことここ、こんな感じに編んでいきます。でまず鎖を4つ、1、2、3、4、根元に長編み、これで V が1つ、次はこの長編み3つとこの長編み3つの間、ここかここどちらでも大丈夫です。これで V、 次はここ、でもう一つはここ、これで V が4つ、これで1つ、2つ、3つ、4つで増やしていきます。次は増やさない部分が V が5つで、またここで V を増やしていきます。1、2、3、次は4つ、こことこことこことここで増やしたら、と増やさない V が16個で、またここで V を増やしていきます。ぐるっと編んでスタート地点まで編んでいきます。でスタート地点まで編んでいったら、また長編み3つ、で次は V を5つという感じで増やしてしばらく編んでいきます。模様編みを16周編んできました。長さは約23センチ。この長さはお好みにするんですが、最後が長編み3つになるように偶数にします。ちなみに16周編んだ状態は、この増やしていったこの部分、この部分の部位の数は1、2、3、4、5、6、7、8、8個になっています。次は脇の下を鎖でつないで、袖と胴体を分けていきます。でマーカーをつけていきます。まずこのさっき見た広げて編んできた部分、この真ん中にマーカーをつけます。こっちで見るとこの部分、真ん中にマーカーをつけます。で編んできた周の数によって偶数だったり奇数だったりするんですが、だいたい真ん中につけます。で
さっき数えた通り8個なので 1,2,3,4 で、こっちも 1,2,3,4 で、ここにつけました。次はもう一つマーカー、これは来た時の体の方向、体の中心に向かってこの長編み3つの塊の2つ目、この長編み3つの真ん中にマーカーをつけます。これで見るとここと、あとこんな感じ、こっちもと体の中心よりこんな感じでつけていきます。真ん中の中心より2つ、長編み3つの真ん中、こっちも対称になるようにつけます。増やしてきたところの真ん中で、体の中心より長編み3つの2つ目、長編み3つの真ん中、反対も同じようにマーカーをつけます。でマーカーをつけたらこれは必要なくなるので外して、この中心寄りにつけたマーカーを残して、次は鎖編んでいきます。マーカーのところから鎖編んでつなげていきます。この糸は一旦切っておきます。で鎖一つを編むようにして糸を切ります。改めてマーカーのところで、ここに編み始めの鎖があります。ここから編んでいきます。一旦出してしまって結んでおきます。で同じところに針を入れて鎖を5個、1,2,3,4,5、反対側のマーカーのところ、ここを飛ばしてこの短い辺を飛ばして次のマーカーのところ、ここが袖になります。で鎖5個編んで反対側のマーカーのところ、表から針を入れます。長編み3つの真ん中、これでつながりました。でこの糸は切っておきます。鎖1つを編んで、あとでしっかり留めます。これでつながりました。反対側も同じように鎖でつなぎます。マーカーのところ、表から針を入れます。真ん中、
これでつながりました。次は胴体部分を編んでいきます。で、最初に編み始めたこの鎖の近くから編んでいきたいと思います。これは背中になっています。この糸端の出ているところの近く、この鎖の根元、ここに針を入れます。これは長編み3つの真ん中でも、これは必要なくなるので、で、新たに鎖を持ってきて、でまた糸を出して結んでおきます。で、また同じところ、鎖を4つ、1、2、3、4、根元に長編み、これで V ができました。次も V を作っていきます。この鎖の1つ2つ2つ飛ばして3つ目、 V を作ります。1、2、3で、この時3本見えるうちの2本の糸の下、こっちが2本、こっちは1本で、長編み、鎖、長編みで V を作ります。で、もう一つ V を作ります。次の V はこの根元、こちら側から見ると長編み3つの真ん中、マーカーのついているところになります。1、2、3、鎖で、また長編みで V を作ります。これで鎖の上に V ができました。次からは今までと同じように V を編んでいきます。真ん中に V、 これ以降は V を増やさずに長編み3つの真ん中に V を編んでいきます。これで次の鎖のところまで編んでいきます。反対側の鎖の手前まで編んできました。また V を作っていきます。こことこことここ、次は2つ飛ばして3つ目、次は1、2、3、で、次はここ。で、このままぐるっと編んでスタートしたところまで戻っていきます。ここまで編んでいきます。V を編んで一周してきました。最初の V の下から3つ目の鎖に引き抜きます。次はここと同じように長編み3つ、また
三角に針を入れて鎖を3つ、長編みを2つ、で次も同じようにこの鎖の上の部分、ここにも長編みを3つ、で次も3つ、これをずっと繰り返していきます。1つの部位に長編みを3つずつ増やしていかないで、このまま同じようにぐるっと編んで、長編み3つ編んで1周してきました。最初の鎖の下から3つ目、次は V ステッチを編んでいきます。この真ん中から糸を出したいので、このまま隣に針を入れて糸を出して引き抜きます。これで真ん中から糸が出ました。 V ステッチを編んでいきます。で根元に長編み、これで V、 次も真ん中に V を編んでいきます。次も V、 全部一つに一つの V、 数を増やさないでこのまままっすぐになるように編んでいきます。 V の次はまた長編み3つで V でまた長編み3つ、これを繰り返してしばらく編んでいきます。脇の下から14周編んできました。また最後が長編み3つになるように偶数にします。でもっと長くてもいいと思います。この時点で長さはここから測って約45センチ、最後に細編みで1周します。鎖一つで根元に細編み、次も細編み、この長編み一つ一つに細編みを一つずつ編んでいきます。これで一周します。細編みで一周してきたら糸を切ってとじ針で始末します。少し長めに切って、これが一つ目の細編み、その隣に針を入れます。端から1、2、手前から向こうに針を入れて、でこれが最後の細編み、ここに上から針を入れます。でこの大きさを、糸を引いて大きさを整えてつながっているように見えるようにします。であとは閉じ合わせていきます。ほどけないように隠していきます。
これで出来上がりました。こんな感じに出来上がりました。この胸元もネックラインもとても可愛く出来上がりました。袖は脇の下に余裕分を作ったので腕がとっても動かしやすくなっています。で、全体的にとても可愛いんですが、色は落ち着いた色にしているので程よい感じになっています。で、シルエットは横幅が少しゆったりとしていて丈は短め、でロングスカートやワンピースにとても合わせやすくなっています。サイズはこんな感じになりました。上から下までは48センチ、襟ぐりからは45センチ、横幅は50センチ、ネックラインは64センチ、袖は35センチ、こんな感じになっています。使った糸は 300g、 ちょうど2玉使いました。残った糸はこれぐらい、とてもギリギリになりました。なのでもう少し長くする場合にはもうちょっと糸を用意する必要があります。で、最後までご視聴ありがとうございました。